皆さんこんにちは、ファームテックチャンネルです。今回はですね、こちらのコンバインカルウェイというコンバインでですね、2畳狩り、3畳狩り、そして20馬力前後のですね、シリーズというふうになっています。で、今回、こちらに入荷したのがその中でも一番小さい2畳の17馬力の TR217、 こちらをですね使ってのカルウェイを紹介させていただきたいと思います。クボタコンバインの中でいうとですね、2畳狩りのシリーズでラクティというシリーズがあるんですが、それより一回り大きいサイズのコンバインという風になっていてですね、今までラクリードっていうコンバインがあったんですが、2畳狩り3畳狩りで、それの後継機という位置づけでですね、今回登場しているのがこちらのカルウェイという風になっています。こちらの2畳狩りのコンバインなんですが、この辺りはですね、2畳狩りのコンバインが結構需要がありまして、出荷はしてないけど自分家でね食べる分だけお米を作ってるというお客様結構多くいらっしゃいます。収穫のシーズンになるとですね、おじいちゃんおばあちゃん、お子さん、そしてお孫さんなんかと一緒にね、収穫作業をねされている姿を多く見かけることがあります。そんなお客様に、おすすめさせていただきたいのがですね、何しろこちらのコンバインはですね、操作が楽、よくね1年ぶりのね収穫作業コンバインでですね、操作分かんなくなっちゃったよなんていうお客様結構いらっしゃるんですが、こちらはですね、こちらのコンバインちょっとまた後で説明しますが、ボタン一つでね刈り取り作業の準備ができちゃいます。大変ね、簡単な操作感、それからですねメンテナンス性、整備性もですね大変よくなっております。黒取りのコンバインだとか、コンバイン自体のね型が古くなってしまったというお客様にね、ぜひおすすめの1台ですので、最後までご覧ください。こちらのコンバインね、カルウェイ、末永くね安心してお使いいただける1台となっております。最後までご覧ください。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは早速運転席周りからチェックしていきたいと思います。とその前にですね、紹介したい、ポイントがですねありまして、まずねこれ新しく採用されたんですけど、これね何の変哲もない、昇降のステップとなっているんですが、ここにですね見てください、今回この黄色いこれなんだシールが貼られました。これでね、踏むところをですねしっかりと確認してもらい、踏み外しによる、このね痛いこのすねの怪我とかをね防止することができてですね、さらに乗り込む時のこちらこの、手すりですね、これも新しく採用されたものとなっておりまして、足をしっかりかけて、手すりをしっかり持って、これもね手すりついてるんですが、こういったね昇降のね機能っていうかですね、これはね、かゆいところにも手が届く、心遣いという新しいね機能も搭載しております。はい、それではですね乗ってみたいと思うんですが、とその前にもう一つまだあるんですね、こちらのシート、これね、通常ね3畳のモデルについているこのシートなんですが、今回はですねこの2畳のコンバインにもこのデラックスシート、採用となりました。このねデラックスシート、厚さもたっぷり、ボリューミーなシートとなっておりまして、なんといってもねちょうどいい柔らかさ、硬すぎず、ちょうどいい座りやすいシート、こちらがね2畳のコンバインにも採用となりました。それではねようやく運転席に乗ってみたいと思います。はい、運転席に乗ってみるとですね、こんな感じですね。はい、こちらね狭すぎず、ちょうどいい運転席になってますね。先ほどのシートも、座りやすい感じになっています。はい、操作レバー関係はもちろん左側にねこう集中してあります。はい、こちらまずはですね刈り取りの変速、低速とね高速の刈り取り変速はこちらのレバーで変速することができます。そしてこちら漕ぎ深さのスイッチですね、自動のスイッチで、手動のねボタンという風になっていまして、その隣がウインカーライトのコンビネーションスイッチ、そしてアクセルレバー、そしてオートクラッチ、これね刈り取りねクラッチが入ってる状態で、刈り取り部を上昇させるとですね刈り取りが止まると、そしてまた下げるとですね刈り取りが回り出すというのがこちらのオートクラッチという機能になっています。はい、そしてこちらにあるのが、はい、副変速、移動と作業の副変速がついてまして、こちらがですね HST の主変速レバーという風になっています。これね大変動かしやすく、そんな硬くないですか。はい、動かしやすいこちらの HST のレバーという風になっています。そしてね先ほど紹介したこれが、楽狩りボタンという風になっていまして、こちらのボタンを押すとですね、今まで、手動で入れていた脱穀クラッチ、刈り取りクラッチ、それからアクセル、そして漕ぎ深さの4点がですねこのボタン1つでセット可能という風になっています。
これちょっとね後でエンジンかけてやってみます。はい、そしてこちらにはですね、刈り取りスライド、そして書き込みスイッチ、これはですね、機体がね停止した状態で刈り取りを回すことができる、書き込みスイッチというふうになっています。そしてホーン、キースイッチに、まあね、キーでエンジンが止まらなくなってしまった場合のこちらのね手動のエンジン停止レバーもついていまして、そしてねこちらがバーステのねワンレバーですね。今回の BCT ミッションといってブレーキ、そしてクラッチコントロール、そしてターンと、こちらのバーステワンレバーでですね、ショックなくスムーズに滑らかにね旋回することができるレバーというふうになっています。はい、それでは実際にねエンジンをかけてみたいと思います。よし、それでは先ほど紹介したラグアリボタンをね操作していきたいと思います。まあ、今まではですね、こちらのアクセルを作業回転まで上げて、脱穀クラッチ、刈り取りクラッチを入れて、漕ぎ深さのね自動のボタンを押すと、そういった4点の、操作が必要だったんですが、こちらのラグアリボタンがあるとですね、こちらのボタンを押すだけでその4点の操作が自動的にセットされます。それではねちょっと実際に操作してみたいと思います。こちらのねアクセルレバーが勝手に動くのでちょっと見ててください。ポチッと押すと、はい、このようにアクセルが作業回転になって脱穀クラッチが入りました。ラグアリのね OK ランプも点灯しているので、これでですね刈り取りの準備が整いました。これでね周辺速を確認してもらって、こちらのね周辺速で全速してもらうと刈り取りがスタートできます。まあ、こんな感じですね。はい、もうね楽割りボタンを押して、まあこのね副変速を作業にしてもらって、あとは前に出るだけ、これで刈り取りの作業ができます。で、ついでにですね書き込みスイッチ、これ今ね OK ランプついてるので脱穀クラッチが入って定格回転という風になっているんですが、この停車したまま刈り取りをこのボタン一つでね回すことができます。ちょっと押してみます。はい、止めます、回します。これはねボタン一つでね書き込みできるので大変楽な機能だと思います。で、あとはですねオートクラッチがあるのでこれも見ていきたいと思います。まあ、ちょっとニュートラルにしてですね、まあ、刈り取りを回します。はい、今回ってる状態なんですが、刈り取り部を上昇させると刈り取り止まります。下げるとまたね刈り取りが回り出す。止まる、上げると止まる、下げると回る、まあ、この機能がですねオートクラッチという機能というふうになっています。はい、それでね作業が終わった後、これ止めるのは、まあ、これをね押してもらうだけ。はい、 OK ランプ消えるとですね脱穀クラッチ、刈り取りクラッチが切りの状態になります。アクセルだけはね自分で戻すような形となります。自動的にはね戻りません。はい、こんな感じがラグアリボタン、それから操作周りの説明という風になっています。楽ですよね。はい、1年ぶりの作業でもこれならね忘れないかなという風に思います。はい、ちょっとね紹介忘れちゃったんですけど、こちらにあるレバー、これはね座ったままですね分装管のオープンをすることができるレバーとなっています。ちょっとねまだロッド繋いでないんでね、まだ実際には開かないですけど、これでね閉じたり開いたり、はい、することができます。それからこちらがですねアンローダーのスイッチ周り、スイッチ関係がこんな感じになってますね。はい、これはねそんな従来のものと変わらないかな。まあ、見やすくてね使いやすい感じになっています。はい、そしてここにね電源の取り出しなんかもついています。はい、12V のねシガーソケット、はい、こちらからね
電源を取り出して、なんだろうね、携帯の充電なんかで使ってもらうことができます。そしてこれがですね、これ開いてもらうと、はい、ジュースホルダーになっています。実際はね、こんな感じです。ここにね、ジュースホルダーがあるんで便利ですよね。ジュース置いてもいいし、まあ、ここから電源取り出して充電してもいいし、ね。はい、この辺もですね、かゆいとこに手が届く心遣いという機能が搭載されています。はい、それからね、後ろ側にも心遣いのねポイントがありまして、こちらこれね、ちょっと分かりづらいんですけど、こちらにね上げてもらうと、このねバッテリーのカット、保管時のねバッテリーのカットスイッチ、カットレバーがついています。これをねこう回しといてもらうと、バッテリーをね、通電させない状態で保管することができるんでね、バッテリーに、安心です。まあ、こういったね心遣い機能ですね、かゆいところにもね手が届いてますね。はい、こういった機能もついています。よし、これでオンですね。でエンジンのオープンはこちらにクリップがあるので、クリップをこれを解除してもらうと、はい、このようにですね、エンジンをオープンする、エンジンルームをオープンすることができます。はい、3気筒のね 16.5 馬力、正確にはね 16.5 馬力のクボタのねディーゼルエンジンというふうになっています。でこちらのね簡単に取り外し可能な、グレンタンクなんですが、こちらはですね、こちらの KR217の場合はですね430リットル、まあ、約ね 8.5 袋分の、もみを、貯めることができるグレンタンクとなっています。でこちらもですね、あのロングアンローダーとなっていまして、ちょっとね今日は伸ばさないんですけど、伸ばした方がいいか、伸ばしますか、よいしょここにねクリップがついてるんで、これ外すだけです。これでここにハンドルを持ってもらって、よいしょ、はい、こんな感じで、はい、こんな感じでロックしてもらいます。そうするとですね、かなり長いですよね、かなりの長いロングアンローダーというふうになっていてですね、こちらさらにですね、こちらにもみシャッターもねちょっと見えづらいんですが、もみシャッターもついていて、もみこぼれのねあの防止の対策もしっかりと、されたアンローダーというふうになっています。であとはですね、こちらちょっとねまだデバイダーとかついてないんですが、全面ラグ狩り、まあ、全面狩りのねコンバインとなっています。まあ、KR の217の場合は、こちら刈り幅が980ですね、980ミリの刈り幅、こちらのね2畳の、バーがですね980ミリの刈り幅というふうになっています。はい、ちょっと今見えないんですけどね、ツインローラーを採用していまして、まあ、カタログで見るとですね、まあ、こんな感じですね。はい、ツインローラーがついてます。はい、株を無理やり寄せ付けないという、そういったあの優しい作りとなった、こちらの全面刈り、楽刈り、全面楽刈りの刈り取り部となっています。でこれはねもちろんあの楽刈りフィットの機能もついているので、刈り取り部をね下ろすだけで刈り取り部がね地面に追従してくれる、まあ、スプリングでがついてましてね、地面をね追従してくれるというね機能がついています。だからね、まあ要は地面を気にしてね、まあ、レバー操作をする気を使う、ことがね少なくなる、大変ね使い勝手のいい楽刈りフィットという機能もついています。であとはですね、新しい機能といたしまして、まあ、この辺がね詰まった時に、こちらの供給レールが、工具なしで簡単に取り外せるという詰まり解除の機能がね新しく採用されています。まあ、これをねこのボルトを緩めてもらって、まあ、ボルト外してもらってですね、これを解除してもらうと、
はい、片手なんであれですけど、このようにね簡単に取り外すことができます。はい、それからもう一度ねエンジンをかけます。はい、エンジンをかけたら楽割りボタンをねちょっと押します。はい、まあ、何をね見せたいかというと、今回ですねこちらに、手漕ぎ安心機構というね新しい、機能が装備となりました。こちらをねちょっと紹介していきたいと思います。こちらのね黄色いこの先っぽが黄色くなっているこのレバー、手漕ぎレバーというんですが、このレバーをですね上げてもらうと、わかりました、エンジン回転が落ちて、さらにはねスピードチェーンのスピードもゆっくりになります。まあ、この状態でね手漕ぎ作業を安全に行うことができます。ちょっともう一度やってみますね。これを下げるとエンジン回転が、このレバーを手漕ぎレバーを上げるとエンジンの回転が落ちてスピードチェーンのスピードがゆっくりになったのが分かると思います。これでね安全に手漕ぎ作業をすることができます。でですね、作業中の万が一のね緊急停止のボタンがですねこちらにあります。ちょっとね、ちょっとこれを操作してみたいと思います。見ててください。はい、このようにですねエンジンが止まって、さらにはね漕ぎ道をこのようにね開いてくれる、そんな安全な作りというふうになっています。で、漕ぎ道ねせっかく開いたんでね漕ぎ道をちょっと説明していきたいと思います。まあ、久保田の場合はですねこのようにフルアップ漕ぎ道という風になっているので使いやすくなっていると思います。そしてまずこの漕ぎ道なんですが、トップクラスの長さ、これね60センチですね、60センチの、漕ぎ道がついています。はい、受け網の方もこのように鉄製鋼板製の受け網となっています。その下に見えるこちらの溶導板も、ワイドな溶導板となっていて、高精度な選別をしてくれる、そんな作りとなっています。はい、というわけで今回はですねこちらのコンバイン、久保田コンバインのカルウェイの中の一番小さいね KR217 という2畳の17馬力のコンバインをねご紹介させていただきました。こちらはね楽に簡単に作業が行える機能満載の楽割りコンバインとなっております。まあ末永くねお米作りを続けるためのおすすめの1台となっております。ぜひ参考になっていただければ嬉しいです。またねファームテックチャンネル覗いてみてください。それでは今回の動画はここまで、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。